おはようございます。今日はですね、メインがこれです。豚汁みたいな、これ鶏野菜前の松屋さんやったかな。それの味噌を使ってるんですけども、まあ豚汁みたいなのを作りました。野菜たっぷりです。で、里芋も入ってるんで、かなり美味しいですね、これは。それと、目玉焼きと、ちょっと添え物と、このもやしは両方入ってると。ここにもあるし、豚汁にも入ってるということですね。それとリンゴのデザートということです。こんなもんですかね。寒くなってきたんでね、こういうあったかいものがいいかなと思って作りました。だんだん寒くなって雪も降ってきて積もってるんで、皆さんも、お体気をつけてください。いってらっしゃい。僕も行ってきます。